ぶり。今回は傭兵稼業で金稼ぎしていくんだぜ。で、いきなり何これ。前回言っていた解体メックだぜ。キングクラブでお値段1300万、100トンのアサルトメック。これくらいしても当然レベルだぜ。さらにレアメックですからね。なら高くて当たり前か。ついでに栗竹のドラコ連合用なので 25% 値上げされてるのもありますが、栗竹は敵扱いで結構叩いたからな。高いかもしれないが、そのために前回金を貯めたからな。貯めたって言っても1900万円しかないじゃん。キングクラブを買って、そこからまた金稼ぎなんだぜ。重装甲重装備なので十二分に金は稼げるかと。よし、買って中身を確認していくか。業務もドラゴン買ってもらったし文句言えないか。では、支払いを済ませてきます。頼むんだぜ。ここからまた頑張らなきゃないのか。金がなくなったら金を稼ぐ、傭兵の基本だな。よし、キングクラブを見ていくんだぜ。他のメックと比べると大きいな。伊達200トンメックではありませんね。存在するメックの中で一番重いからな。兵装はどうなってるの？まあ、そう慌てるな。ちなみにこれが普通のクラブですね。これが進化すると、こうなるわけだ。メックは進化機能があったのか。普通にありませんよ。兵装確認前にマリサ塗装に変更だぜ。いい色合いだぜ。まだら模様に黄色と赤と白だな。兵装は、両腕にオートキャノン20。右胴体に大型レーザー。左胴体に大型ミサイルポットといったところです。オートキャノン20は、どんなもんなのかな。射程、弾速、連射速度は低下してますが一撃のダメージは20と破格です。高火力とはまさにオートキャノン20のことを言うと言っても過言ではないな。ただ、射程、弾速ともにかなり遅いので当てづらいかもしれません。そこは腕でカバーするんだぜ。装甲もかなりの厚みだぜ。足が遅いので敵の攻撃をかなり避けづらいかと思われますので、これくらいないとという感じはあります。全力で盾役務めてもらうしかないな。それくらいしても問題ない装甲だぜ。壊したらかなり高いので気をつけてくださいね。気をつけるどころかキングクラブで落ちることはないわずだぜ。その自信がどこから来るんだか。あとは、オートキャノン20は弾も大きいということは重いということで、1トンで20発しか詰めません。効率悪。仕方ない、後でいろいろいじって重量を調整するか。さすがに40発じゃすぐ打ちつくそうそうだもんな。さすがに40発はな。100発は欲しいですが、そうなると弾だけで5トンかかるのですが。長距離誘導ミサイルあたりだな、変更するのは。近接特化で行くとなると外すのも手だな。あとは無誘導に変えるかだな。で仕事を探しに行こうと思ったら矢桶が小さくなっていたんだぜ。何があったの？ニュースによるとどうやらキコノフ連邦がカペラ大連邦を離脱し、ダイオン家の太陽連邦に鞍替えしたようです。ってことは、紛争がまた起きているということだな。金の匂いがする。その通りだぜ。紛争あるところに傭兵の仕事ありと言ってな。じゃあ、早速向かおう。わかりました。太陽連邦とカペラ大連邦の国境付近に向かいます。金を稼ぐんだぜ。というわけで国境付近まで来ました。で、これが仕事か。キコノフ自由共和国。どうやらいろんなところで呼び名が違うようで。名前はどうでもいい。今回受け負うのはお得意様の矢桶。さらに報酬 25% も上乗せしてくれる特典付きだぜ。それはすごい。3連続のマルチプルミッションなので注意が必要ですが。なに、キングクラブで全部踏みつぶしてやるんだぜ。こういう時は頼もしいな。慢心せず、確実にこなしていきましょう。ケノさんはたまに用心深くなるよな。キングクラブに任せておくんだぜ。素晴らしい融資なんだぜ。あのさ、業務はドラゴンだからいいんだけど、ケノはジャベリンです。そこはトン数制限だな。確かに230トン制限でキングクラブが100トン持っていきましたので、残りの枠は非常に少なくなってしまったのは事実です。少し考えろよな。キングクラブの融資を見る素晴らしい戦場なのに、もうじき第一目標です。このまま突き進んで粉砕してやるんだぜ。かなり遅いんだけどさ。仕方ないだろ、キングクラブの最高速度は48キロなんだから。速度が遅いのは重量級の仕方のないところです。それにしても遅い。さらにオートキャノン無駄打ちするな。大丈夫、弾は100発持ってきてるから。それでも心もとないのですが。
何？マルチプルミッションの最初。そこまで厳しくないだろ。そうだといいけどな。この可愛らしい姿を見て癒されるんだぜ。普通にお尻から見てるんだけどさ。それにしても動き大きいな。だから少し当てづらいんだぜ。大きいには大きいなりの問題があるということですね。ヨウムはドラゴンがちょうどいいな。というところで敵滅発見だな。ローカストになんてひどいことを。戦いだから仕方ないんだぜ。ローカストなら3発程度直撃したら撃破できそうですね。きちんと狙って撃たないとな。無駄弾を打つ余裕ないからな。というか、装甲車両多くないか。全然処理が追いつかない。先ほどの拠点に防衛が少なかったのは要望であったのかもしれません。こしゃくな真似を。一発花火を打ち上げてやるか。一発でいろいろ吹っ飛んだし。金属ラブ様のお顔だぜ。調子乗ると痛い目に雪がする。周囲の索敵を実施します。気にする必要ないだろ。私は施設を破壊しに行くんだぜ。緑の区域確認しました。緑程度ヨウム一人でなんとかなるだろ。まあなんとかしてみてるけどな。さらにライトネックも一致確認です。一程度なら確実に始末していけばいいだけだな。さらにもう一致。待て待て、このレベルのミッションでネック4機は多すぎないか。いるんだから早く戦え。わかっているが、まだ遠いな。おい、後ろにもう1機いるんだが。これで全部で5機になりました。やばいじゃん。落ち着くんだぜ、キングクラブのオートキャノンなら。なんで施設を破壊してんだよ。いや、任務達成して脱出でもいいかなと思って。それもありかもですが、回収まで持つか。あと1箇所だな。ヘリまで来てるじゃないか。とにかく大変だから早く支援しろ。おう、わかったんだぜ。どれが敵だ。多すぎてどれを狙うか迷うんだぜ。みんな動きが早すぎる。密集してるからそこで。アーバンネックはポイント高いな。胴体部分に大損害を受けてるのでもう一押しなのですが。うん、見失ったんだぜ。何やってんだよ。よし、一気撃破だぜ。どんどん倒せ。てか、ケノさんがヤバいんだけど。少し頑張りすぎたようです。ケノさんがやられる前に暴れるか。しかし、問題は排熱がやばい。いつものことだろ。やっちまった。オートキャノンも結構な熱を持ちますから。この大変なタイミングで熱がやばいとか。なんとか頑張るんだぜ。結構な数がいるからな。当たればどこかを吹っ飛ばせるんだが。なら当ててくれ。努力はするんだがな。よし、落としたんだぜ。あと何機か。レーダーの反応が見づらいのですが4機かと。まだいるな。こういう時に。まずい、焦ってケノさんを撃ってしまった。もうボロボロの味方を撃つとか。少し焦っていたんだぜ。実は誰にでもありますから。そう、落とせん。すみません、ここまでのようです。ケノさんが起きた。もう終わらせるんだぜ。よし、これで救援が来るはずだが。まだ全て破壊してないじゃん。なんだと。
もうやりきるしかないか。だから早く戦おう。これで残り2機。金属などのチャームポイントが破壊されてるし、こんなに損害を受けるとは。でも電気撃墜した。なんだかんだで片付けたのか。ケノさんの尊い犠牲でな。安心してください、死んでいませんから。分子系の人はほんとしぶといよな。そんな用務さんにはケノが発見電ジョイントを差し上げておきます。10ポイント貯まったら発見電ができますよ。なんその罰ゲーム。騒いでないで早く回収ポイントに行くんだぜ。無事終わったが、ケノさんは全治73日の怪我を負ったんだぜ。マジか。代わりのパイロットはいないんだぜ。ってことは、ああ、残り2つのミッションは3人で戦うしかないんだぜ。さらにキングクラブは損傷が激しいので使えない。ドラゴンは、ドラゴンも損傷が激しいので無理です。マジか。仕方ないので私はウォーハンマーで。ヨウムは仕方ないから、苦手だけど遠距離アーチャーで。トンスーに空きができたから4番機は、ブラックナイトで行くか。できる限り強い機体にしないとな。ケノの代わりに頑張るのですよ、ウォーリー。探すことができないのが難点だな。さっさと終わらせてケノさんを後方の病院送りにしないとな。そのまま置き去りでもいいけどな。発見電とも戦うぞ。そんなに嬉しがらなくても。いや、全然だし。もう歓迎されてるんだから戦えよ。ライトばかりだけどいきなり大歓迎すぎだよな。ライトでもアーバンネックだと厄介だな。でも、あの遅さはアーバンネックな気がする。アーバンネックは PPC 積まないだろ。正解はパンサーでした。アーバンネックよりは戦いやすいね。PPC の一撃が怖いけどな。食らう前に倒せばいいんだぜ。中にヘビーネックがいるな。そっちは任せた。敵破壊だし壊しながら戦うんだぜ。みんな中に入ってきてるじゃないか。ライトネックもいつの間にか最近に増えてるし。ネックを片付けていかないと危ないかもしれません。ミッションもう一つあるからな。ウォーハンマーが壊れたら何乗るかな。壊さない方向で考えろよな。そうしたいが無傷は無理だろ。そうだけどさ。やっと行くか。まずい、爆発する。巻き込まれたか。うん、レーザーで攻撃されたっぽい。ならいいか。爆発しまくりだな。怖いから還元なんだぜ。ネックを無視して破壊活動だぜ。これで施設破壊は終わりです。もう帰ろう。だな、損害が増える前に帰ろう。4番機は結構やられてるけどな。ブラックナイトは結構やられやすいイメージがあるな。走行が薄いのかもしれません。そういうのもあるか。回収ポイント遠いな。かなり歩かされるな。センチュリオンも倒したし帰るぞ。これ以上戦っても報酬が増えるわけではありませんからね。修理費がかさんだ方が厄介だな。これで最後だぜ。ヨウムたちは機体変更なし。はい、損傷が軽微でしたのでそのままです。4番機は損傷が激しかったのでカタパルトに変更してあります。長距離支援機が3日。私が前で戦えばいいだけだし、なんとかなるだろ。だといいけどな。さっき機材完成されてるぜ。ライトにヘビー、結構いるな。一機ずつ落とすだけだな。そのセリフ何度目かな。
に入らずんばという気持ちでだな。損害を受けずに危ないことだけはご理解ください。一応火をつけて戦ってはいるんだぜ。本当かな。これで3人も倒したか。今ので終わったのか。一人で完結するなよな。そういう時もあるんだぜ。次の目標だ。一気に敵の表示が増えたな。なんだ、メックはいないのか。ここは外れかもしれません。メックがいないならあれに当たりだけどな。目標の破壊だからメックで当たり外れはないけどな。いないに越したことはないだろう。これでここは終わりだな。いないと思ったら違う目標から移動してきたか。一機だけなら袋が先だ。あんまり近いとダメだ。待て、今誤射じゃないか。用務じゃないから知らない。クソ？同じ兵装だからと目ではどっちなのかわからないんだぜ。文句言ってないで働け。結構働いているんだぜ。ケノの代わりに4番機も頑張っているわけです。結構ミサイルは飛んできてるから頑張ってはいると思うんだぜ。でもさ、これ後方支援機に来るのって結構でかいんじゃない。確かに、結構な戦闘してるのに損害少なめなんだよな。前衛2機、後方支援機の先生がいいのかもしれません。本数の縛りがあるからうまくいくかわからんが、今度この先生をしているか。それがいいかと。楽に戦えるならその方がいいよな。これでメックは終わったな。最後の目標にもメックいるし、結構厳重な警備だな。細かと足さえ止めればすぐなんだけどな。その足が止まらん。倒した。ミサイルが降り注いでいたのでライトネックではかなり厳しかったでしょう。電子長距離ミサイルとかしたら楽しそうだけどな。近づかれたら終わりじゃないか。それもそうか。面白いかもしれませんが、何かと手間加えないと厳しいかもです。そういえばレーダー強化する兵装があったような。それがあれば戦いやすいかもしれません。敵見つけないとどうしようもないもんな。話してるうちになんか敵増えてるな。近づかれるときついな。なんとかして倒すしかないな。3が1戦目で落ちた時は焦ったんだぜ。任務放棄もありだったよな。最後にもぬけの殻の敵拠点を破壊して本当に終わりだぜ。長かった。本当にな。ドロップシップを見て涙が出かけたんだぜ。かなり激しかったからな。長い長いマルチプルミッション終えたところで今回はここまで。また見てくださいね。